はい、前科3犯893番ちょいきたろうです。今週の暴力団ヤクザニュースですね。まず最初に、元幹部殺害でフィリピン逃亡、元極東会幹部に懲役20年を求刑と、横浜地裁で19日、2001年11月に、相模原市で飲食店経営者、当時52歳の頭に拳銃2発を発射して殺害し、その後フィリピンに逃亡していた、犯行当時、指定暴力団極東会系傘下組織の組長代行、59歳の裁判員裁判の論告で、検察側は暴力団犯罪の特徴がよく現れているとした上で、積極的に暴行に参加し、殺害や遺棄を指示していたとして、この被告に懲役20年を求刑したということですね。はい、この判決は23日に出るということなんで、後ほどこの判決の結果を伝えたいと思います。次に、神奈川県公安委員会は19日までに、他人名義でマンションに賃貸借契約をした稲川会系組員に2人に勧告っていうことですね。もうマンションを借りただけでね、もうダメだよということですね。解体業で指定暴力団稲川会系組員52歳に対して、暴力団である事実を隠すために他人名義を利用しないよう、また男性会社員50歳に暴力団員に名簿貸ししないように、それぞれ県暴力団排除条例に基づき勧告したと。2人は建設関係の仕事場で知り合ったという。神奈川県警は、今年11月24日、2020年10月3日に稲川会系組員が自身で住む目的で横浜市内のマンション一室を賃借するにあたり、会社員の男性名義で賃貸借契約を締結させた。2人をそれぞれの横浜地検に詐欺容疑で書類送検していたっていうことで、送検したけど、これは勧告ということになったっていうことですね。恐ろしいですね。もうとても恐ろしい犯罪なので、早くこの、人の名前を使って部屋を借りたと、もう凶悪犯なんでね、こうやって捕まってよかったですよ。っていうか、本当にこんなことで捕まえるんだねっていう、びっくり仰天ですわ。はい、次。これはなかなかね、興味深い事件ですよ。京都地検、王将創業者の次男を任意聴取。発生9年、夜明け前から喧嘩。京都地検は2013年に餃子の王将を全国展開する王将フードサービス。この、ありましたね。それでこの次男の、創業家の次男の方が事情聴取されているということなんですね。これ、なんかすごくね、調べていくと長い、いろいろ書いてありますけどね、これ多分何らかのことが出るんじゃないですか。なんか関わり合いがあったということで、これはね、ちょっと見逃せない。この事件に創業者の次男が任意聴取をされたというようなことですね。捜査本部が求めた今回の社長のね、殺人事件に対して、この田中被告の逮捕後、捜査本部が求めた任意での事情聴取を拒否し、東京地検の求めた任意の事情聴取に応じたが、有力な供述は得られなかったなんですって。何とも言えませんが、今後の展開に期待したいと思います。はい。どの立場でね、言って期待しているんでしょうね、私もね。次です。遺体なき殺人事件、山口組系元組員に懲役20年の判決。埼玉地裁は20日、2016年埼玉県川口市のバーで従業員の男性を殺害したとして殺人の罪に問われた。特定抗争指定暴力団6代目山口組傘下の元組員、55歳の裁判で、求刑通りの懲役20年の判決を言い渡した。すごいですね。求刑通りなんですって。いわゆる握りということですね。もう全然少しもわからなかったということですね、これ。確かにですね、内容が、このバーの経営者と共謀の上、同店従業員の24歳の方を殴る蹴るの暴行を加えた上、首を絞めたり踏みつけたりして殺害、遺体を解体して焼却したということですね。これまでの裁判で、この被告は行き過ぎた暴行は認めるが、殺人の部分は行っていないなどと起訴内容を否認し、検察側は、この日の被告が殺害後、超低温冷凍庫に搬入し解体して、焼却したなどと指摘していたということですね。要は本人は否認、殺人のはしていない。もう検察側としてはもう認めないよ。裁判所もそれを認めてないので、求刑通りということなんですよね。殺害に至るような事情もない被害者を抵抗なく殺害していて、厳しい非難に値すると。で、しかも徹底した証拠隠滅により、遺族は遺骨を前に冥福を祈ることもできない。処罰感情は苛烈などとして検察側の求刑通り懲役20年の判決を言い渡したということですね。工藤会総裁と会長、一審判決を不服とする控訴主意書を提出。そうですね、総裁と会長が、控訴するということの、控訴主意書を提出したということですね。一審判決後に控訴して、12月20日、控訴主意書の提出期限だったと。4件の市民襲撃事件で殺人罪などに問われ、一審の福岡地裁で死刑判決を受けた特定危険指定暴力団工藤会総裁、野村悟被告76歳と無期懲役を言い渡された工藤会会長田上文雄被告66歳の弁護側が判決を不服とする内容の控訴理由を記した控訴主意書を福岡高裁に提出したということですね。はい、次は鶴橋で池田組の車両を損壊、山県組参加宮鉄組組員に懲役1年6ヶ月を求刑。岡山地裁で21日、今年9月に駐車されていた、指定暴力団池田組関係者の車2台に鶴橋を打ち付けて穴を開けたとして器物損壊の罪に問われている特定抗争指定暴力団6代目山口組系5代目山県組傘下3代目宮鉄組組員の初公判が開かれ、起訴内容を、被告は起訴内容を認め、検察側懲役1年6ヶ月を求刑したっていうことですね。まあね、最近の暴力団事件で1年6ヶ月の休憩でね、安いなと思いますが、よくよく考えたらですね、まあそれはいけないですよ。車に傷つけただけっていうことですから、もう、鶴橋でっていうと、まあ、でも、これでね、こんなになっちゃうんですね。よくよく考えたら。はい。池田組事務所、東側の駐車場で駐車された池田組関係者の乗用車2台にボンネットに鶴橋を打ち付け、数センチの穴を開け損壊した疑いを持たれている。鶴橋はボンネットに突き刺さった状態だった。初公判で被告は間違いありませんと起訴内容を認めた。検察側、悪質であり犯行に計画性も認められると述べ、懲役1年6ヶ月を求刑。一方、弁護側は犯行直後に出頭したなどと減刑を求めた。2023年1月10日に判決が言い渡されるっていうことなんですけど、これなんかすごく仰々しいですけど、よくよく考えるとですね、これ抗争とかなんともなくて、車に多分2台といっても傷をつけた、例えばパンクさせたとか傷をつけたっていうことと変わらないんですよね、やってることは。鶴橋だからとかっていうことじゃなくて、これで言ったら到底実刑になるようなことじゃないですね、本来だったら。言ってはなんですけど、いや、犯罪は犯罪ですよ。犯罪は犯罪ですよ。犯罪は犯罪ですけど、このような事件だったらもうシャバ中全国にいくらでもあるわけですよね。多分この形でこういうふうに逮捕まで至るってなかなかないんですね。連続でっていうことだったり、大量でっていうことになると立件されますが、まあで、犯行後も認めているっていう、まあただこれが暴力団抗争であって、今回その池田組がもう岡山県が全部危険指定区域になって、事務所が使えなくなる、まあその一端でもあるっていうことで、こう厳罰っていうことで、まあここなん多分1年6ヶ月の休憩で1年2ヶ月とか、まあ1年までもかかることはないね、1年4ヶ月とかっていう判決になるかと思いますけれども、暴力団系の、最近の暴力団系の事件で言うと大したことないなと思いますけど、やった内容だけ考えるとこれはかなり重いっていう風な判断の休憩だと思います。はい、次です。文字税関、高級ブランドのコピー品、大量輸入、同人会計組員2人を告発なんですね。文字税関は21日、今年5月に海外の高級ブランドのパーカーなどのコピー商品を中国から密輸入しようとした、指定暴力団同人会計傘下組員41歳ら男2人を関税法違反の疑いで、福岡地検小倉支部に告発したということなんですね。この2人は今年5月に別の人物と共謀して海外の高級ブランドモンクレールのパーカーやズボンなどのコピー商品合わせて115点を中国の郵便局で発送し、日本に密輸入しようとした疑いが持たれている。ブランド品のコピーが入った荷物は関西国際空港に到着後、陸路で福岡県に運ばれていたということです。この2人はコピー商品を販売したり販売目的で所持したとして今年10月から2度にわたり商標法違反などの疑いで逮捕されていたということなんですね。やっぱりコピー商品はね、ダメなんですよ。販売したりしたらマジで良くないです。私もですね、2年ぐらい前ですね、なんか中国系でなんか安く買える通販サイトってあるじゃないですか。まあ、あえて名前は言いませんけど、で、なんかあまりブランド品とかあまり私興味ないんですけど、なんかすごい格安だったんで、あれこんなに、だからちょうどコロナうんぬんかんぬんっていう風になり始めな頃なんで、あ、とうとう本当にこんなことありえないんですけど、こういうブランドのメーカーというか、そういうブランドのディスカウントするんだ、なんか微妙な安さだったんですよ。微妙な安さ、あ、ディスカウントするんだ、じゃあこれなんかの時に人にあげたり配ったりする時にいいなと思ってちょっとしたものを2つ3つ買ったわけですよ。お手軽だったら1万何いくら、こんなんなるの、多分通常だったら2万とか3万で売ってるようなちっちゃなそのなんかそういうキーホルダー的なものとか、ちょっとしたポーチ的なものだとか、なんか財布みたいな小銭入れみたいなのだったから、それがちょっと安くなってたんで、気持ちをへえと思って買ったんですよ。そしたらですね、横浜税関で止めようかなんか仰々しい文章が来て、なんかええみたいなのって、要は調べた結果コピー商品だから没収しますってことですわね。1個来て、あと2つもあるのにと思って、いや結局全部没収ですよ。廃棄手続き取ります、裁判起こしますかどうのこと、いやだから止められて廃棄だからお金も返ってこないですよ。ああって、いや本当私としたことがですよね、そんなことがあるんだって、これからはそういうことは気をつけなきゃいけない。まあその後ね、そのサイト見てて、もうちょっともうこんなもの触らないと、今なんか変わってね、なんかそういう風になってますけど、そういうことがあるんですよ。コピー商品は買うのも本当はダメですよ。売っても買ってもダメ。買った側ってそんなに罪はないですけど、やっぱりダメなものはダメっていうことでね、何かね、堂々とコピー商品を売っているね、アウトロー系 YouTuber っていう方をね、見受けられたんですけど、それはダメでございますよ。本当にまずいということでね、気をつけていただいて、皆さんも気をつけていただきたいということですね。はい、次です。神戸山口組の元若頭共有会会長が兵庫県警に解散届。特定抗争指定暴力団神戸山口組の若頭だったその後、神戸山口組を脱退していた共有会の寺岡会長が兵庫県警南淡路署に21日解散届を提出した。共有会は2015年8月に特定抗争指定暴力団6代目山口組が分裂し、神戸山口組を発足させた直系団体の一つ。寺岡会長は神戸山口組の若頭を担っていたが、運営方針をめぐり神戸山口組の井上邦夫組長と抗争終結を促す寺岡会長が対立。今年8月22日に神戸山口組を離脱して独立組織となっていたが、今年に入って、主要幹部の離脱が相次いでいた。共有会の本部事務所はかつて神戸山口組の本拠地としても使われていたが、今年1月に淡路市が土地と建物を購入していて、兵庫県公安委員会は淡路市を警戒区域から除外していた。今年20日には寺岡会長が稲川会の内堀和也会長の立ち会いのもと、山口組へ正式に謝罪したとも伝えられていた。県警は届け出の有無を明らかにしていないが、共有会が今後暴力団活動を行うかどうかを慎重に見極めると見られるということですね。はい。まあ、そういったことですね。次、そうですね。先ほどのフィリピン逃亡の元幹部殺害、元極東会幹部に求刑通り、懲役20年の判決。今もう、やっぱり殺人は20年。先ほどのね、暴力団のやつも20年。求刑通り握りで20年ということで、重複しますが、横浜地裁で23日、に飲食店経営者の頭に拳銃2発を発射して殺害し、その後フィリピンに逃亡していた犯行当時指定暴力団極東会参画組織の組長代行59歳の裁判員裁判が開かれ、遠山被告に懲役20年の判決を言い渡した。はあ、この暴力団関係では裁判員裁判なんですね。へえ。通常私はやらないと思ってたんですけどね、いろいろ仕返しがうんぬんかんぬんだとかっていうことで。まあ、求刑通り20年の判決が出たということで、今週の暴力団ヤクザニュースはここで一応終わりにしておきます。また来週よろしくお願いします。以上です。